簡単にターバン風に分けました。皆様こんにちは。仙台でヘアメイクをしておりますゆうきと申します。よろしくお願いいたします。今回は簡単なお団子アレンジにスカーフを使ってターバン風に巻いていくアレンジのご紹介です。ベースの巻きは絹糸のストレートアイロンで軽く内巻きに毛先を巻いていきます。毛先を巻いておくと後でお団子とかにした時にちょっと出てきたりしても馴染みやすいので先にベースを巻いておくと簡単にアレンジできます。まず髪を一度全部後ろにとかしていって一息でお団子状にして結びます。結んだら周りをほぐして崩していきます。少しずつ間隔を空けながら崩してあげると抜け感が出ておしゃれな仕上がりになります。ここにした部分はゴムの結び目を押さえながらちょっとずつ引き出して崩していきます。あと顔周りのおくり毛も巻いていきます。ミニアイロンを使って縦にくるんと巻いてあげるとカールアイロンで作ったようなこういう縦のカールができます。ミニアイロンだとこういう横のカールの波ウェーブとかと先ほどと同じように縦に抜いてあげると縦のカールができるのでミックスで使ってあげても可愛いです。後ろのお団子部分も短くて出てきてしまう場合はミニアイロンになると簡単に分けます。今回はスカーフを使ってターバン風に巻いていきたいと思います。長さのあるスカーフを今回使っていくのでまず真ん中半分の部分を頭の上にセットします。で後ろの先ほどのお団子の下にクロスさせてまた前の方に持っていきます。前に持ってきたらここで一度結んでいきます。ギュッとで、あとはリボン結びにしてとリボンの端っこはバランスを見ながら中に入れたりして大きさを調整していきます。この時こうピッと止まりすぎないように少しこう前に毛束を引き出してきてあげるとバランスが取りやすいです。簡単にターバン風に分けました。こんな感じです。仕上がりはこんな感じです。アレンジ自体はお団子にするだけのとてもシンプルな作り方なんですがちょっとスカーフとか小物使いでおしゃれに見えるアレンジになりますのでぜひ動画を見てやっていただけたらと思います。